はい、えー。前川です。いつもですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日も一人治療院経営を頑張るあたりに向けて、有益な情報を送っていきたいと思います、えー。今日の話はですね、リピートについてお伝えしていきたいなと思います。やっぱり新規集客ができても、リピート続けてきていただくことができないと、全くですね、治療院経営にプラスにならないだけではなくてですね、やっぱ患者さんが不幸になってしまう。患者さんにとってすごい不利益になってしまうので、 まあ、ぜひですね、リピートをしっかり取れるようになっていただきたいなということで、今回動画を送らせていただきたいなと思っております。で、じゃあリピート、うん、取れてる先生、取れてない先生、何が違うのかなって考えていただきたいんですけども、ほとんどの治療家さんはですね、自分の治療技術が悪いとか、まあ、そういった部分ばっかり、えー、興味持たれると思うんですけども、まあもちろんね、そういった先生もおられると思うんですけども、まあ、そうじゃないんですね。そうじゃない。 まあ、じゃあ、どんだけ取れたらいいのかっていうと、やっぱ2回目はですね、やっぱり少なくとも8割は取りましょう。少なくとも8割。5回目はやっぱり6割以上残るようなね、えー、対応っていうのをしていただきたいと思うんですけども、まあ、先生も考えてもらいたいんですけども、えー、料理がですね、料理がめちゃめちゃ美味しい。じゃあ、リピート絶対にするのかって言ったら、そうじゃないと思うんですよ。もちろん、料理が美味しいから言ってるねんっていう人も多いと思うけども、そうじゃなくて、もうね、そのデータがあって、 基本的にやっぱ対応がいいところ、行ってて気持ちがいいところに人は集まるっていうデータがもあるんですね。なんで治療院系も同じでですね、その治療の良い悪いなんてわからないんですよ。残念ながら。残念ながらね。その先生の対応で、その患者さんは通うかどうかっていうのを決めてます。じゃあ、どういう風になったらあ、この先生いいか悪いかなるのかっていう部分をもっと注目してやっていってもらいたいんですね。まあ結論から言うと、 患者さんの感情をちゃんと意識して対応に当たってほしいな、っていうのを今日はですね、お伝えしていきたいなと思います。先生は、一つ一つのまあセクションで、ちゃんと相手の感情がどうなっているのかっていうのを考えているでしょうか。例えばですよ、患者さんが入ってきた、治療院に入ってきた時と治療院に出ていく時、この時の感情って一緒ですかどうでしょうきっと違うはずなんですよ。 きっと違うんですね。でも、リピート取れない先生っていうのはですね、患者さんが入ってきた時ときと、患者さんが出ていくときの感情が一緒なんですよ。感情が一緒なんです。感情に変化がないんですよ。ってことは感動がないってことなんですよ。だから、リピートが起きないんですね。だからですね、その相手のどのセクションでどういう風な感情を持っていて、どういう風にしていったらいいのかっていうのを今からですね、お伝えしていきたいと思います。まず最初はですね、LINE。初めて患者さんが来るときって、 どういった気持ちで LINE してると思いますかもちろん、先生に期待しているから予約が入って、まあ、先生の元に来てると思うんですけども、でも、最初から信頼しきっているのかどうか、これを考えてもらいたいんですよ。どうですかねぜひですね、先生の、えー、考えをこちらに書き込んでみてください。じゃあ、その感情をいい風に持っていかないといけないわけですよ。例えばですけども、まあ最初は不安じゃないですか。 ほんまにここでいいんかなどうなんやろどんな先生なんやろネット上では笑顔で笑んでたけど、本当は怖いんじゃないかなとかね。あるわけですよ。じゃあ、LINE した時に先生がブスッと、ああ、どうも。予約の方ですかみたいな感じだったら、もう一気にそれでね、相手はね、もう身構えちゃうんすよ。一気にそれで相手はもうブロックかけてしまいます。じゃあ、いい結果出ないよねって話になってくるんで、まず相手の感情、この、このラインじ LINE して対面した時にも、 スイッチを入れないといけないんですね。それで案内。案内の時もしっかりと安心感を与えてあげないといけない。そして問診の時ですね。じゃあ問診の時は相手はどんな感情を抱いているのかっていうのをまず考えないといけないんですよ。相手のことを知らないとどう対応していいかわかんないわけでしょ。どうですかわかりますかね。ここで全く答えが出てこないっていう先生は患者さんのことを考えなさすぎてます。いろんな感情が患者さんってあるんですよ。 まあ一つは、本当にこの先生分かってくれんのかなとかね、あるわけですよ。じゃあ、問診で、あこの先生分かってくれてるっていう状況に持っていかないといけないわけですよね。で、検査。で、検査。患者さん検査されてる時、どう感じてるかって考えたことありますかよくですね、うーん、ロムの検査とかね、えー、やられてる先生いてると思いますけども、それやってね、実際患者さん喜んでます あ、ね、上がるようになったでしょって言っときながら患者さんは、なんかそんな気しますね、みたいな。そこに感動出てますそこに感動出てなかったら、その検査は全く意味をなさないんですよ。患者さんが感動してないから。ただの自己満です。その分ちゃんと修正かけないといけない。じゃあ次説明ですね。申し信して、検査した上で説明するわけですよ。じゃあこの時患者さんどう思ってるかですね。どんな不安を、どんな悩みを抱いているのか、どう言っていただきたいのか。 どう言ってもらいたいのか。これをちゃんと考えないといけない。で治療。で治療で、相手はどういう風な変化を求めているのかですよ。痛みゼロですか本当ですかそれ。もちろんそれは最高ですよね。でもそれだけですかじゃ先生、痛みゼロになった患者さんが、リピートしますこれね、違うんですよね。あの、違うよ。治すなって言ってるわけじゃないんですよ。じゃ痛みゼロになった患者さんって、 ちゃんと通い続けるのかって話です。で、痛みは全く取れなかった患者さんって通わないのかって話なんですよ。違いますよね。痛み取れて、先生めっちゃマシになったわ。先生絶対通うわっていう人が2回も来ないとか、ざらにありませんでも、痛み全然取れなくても、めっちゃ通ってる人とかいませんじゃこれなんでなんですかそこをちゃんと考えないと。で、次回予約ですね。次回予約取るとき、えー、患者さんどういう風に思ってるのか。 それに対して先生はどんな答えを提案しているのか。で、帰宅ですね。帰宅するとき患者さんはどんな気持ちでいてるのか。で、それに対して先生はどんなアプローチをしていくのか。っていうのをしっかりと考えてやっていかないといけないんですよ。ここをね、無視してね、俺の技術がすごいんだ。技術さえ受けたらわかるなんてわかんないから。わかんないよ。あの、うん。お正月にね、やってる、あの、学徒しか当たってないやつあるじゃないですか。格付け。 みんな分かんないんですよ、有名ワインの味とか。分かんないよ、そんなん。治療技術も一緒やで、そんなん。分かんないから。分かんないから、こういったところでちゃんと価値を生み出していくんですよ。そして形を、価値を高めていかないと。自分の力で。そして、ちゃんと価値を提供していくんです。もちろん、そこには治療技術っていうものは絶対に必要ですよ。絶対に必要。だから技術はあって当たり前じゃないですか。もう、構えてんだから、お店を。でしょそこ以外のところのサービスをちゃんと充実させないと。 まあ、そういった感じでですね、やっていってもらうと、リピートでは間違いなく上がるから。トークスクリプトも,もちろんあっていいよ。あっていいけど、個々の相手の感情が分かっていなければ、まあ患者さんは不幸にしますね。うん。まあそういった話をですね、もう今後もどんどんお伝えしていきたいなと思います。でちなみにですね、僕の LINE アット、まあえー、情報を流してますよ。僕の LINE アットはですね、アット前側で検索してください。そしたら出てきます。はい。こんな感じですね。これ僕の治療申し込みを。 これもですね、いろいろ試行錯誤した上で作られています。まあ、問診表のね、えー、解説とかもできたらしていきたいなと思います。じゃあ今日はですね、これで終わっていきたいと思います。参考になったでしょうか今後もよろしくお願いします。さよなら。